伝説のストライカーゲルト・ミューラー爆撃機と呼ばれたサッカー選手の圧倒的な輝き。ゲルト・ミューラーの幼少期とサッカーへの道。ゲルト・ミューラーは1945年11月3日、ドイツのバイエルン州ノルトリンゲンに生まれました。彼は幼い頃からサッカーが大好きで、地元のサッカークラブである TSV1861 ノルトリンゲンでプレーを始めました。その後、彼はバイエルン・ミュンヘンのスカウトに見出され、1964年に同クラブへ移籍しました。ここから彼のサッカー選手としてのキャリアが始まります。バイエルン・ミュンヘンでの活躍。バイエルン・ミュンヘンでの彼の活躍は目覚ましいものでした。彼は1965年から1979年までの間に、チームを数のタイトルに導きました。彼は4度のドイツブンデスリーガ優勝、4度の DFB ポカール優勝、3度のヨーロッパチャンピオンズカップ優勝、1度のインターコンチネンタルカップ優勝を成し遂げました。また、彼はバイエルン・ミュンヘンでの出場試合数は453試合で、合計で365得点を挙げました。これは、彼がチーム史上最も得点を挙げた選手であることを示しています。ドイツ代表としての活躍。ゲルト・ミューラーはドイツ代表としても活躍しました。彼は1966年から1974年までの間に、62試合に出場し、68得点を挙げました。彼は1970年のワールドカップメキシコ大会では10得点を挙げ、得点王に輝きました。また、1974年のワールドカップ西ドイツ大会では、彼の得点が決勝戦でオランダを破るきっかけとなり、ドイツが優勝する原動力となりました。引退後のゲルト・ミューラー。ゲルト・ミューラーは1981年に現役を引退しました。引退後は、彼はアメリカでコーチングを行ったり、バイエルン・ミュンヘンの下部組織で指導を行ったりしました。しかし、彼はアルコール依存症に苦しみ、その後アルツハイマー病を患いました。彼は2021年8月15日に75歳で亡くなりました。ゲルト・ミューラーは、その圧倒的な得点力から爆撃機と呼ばれ、サッカー史に名を刻んだ選手でした。彼の輝かしいキャリアは、今後も多くのサッカー選手やファンにとって、永遠の憧れとなるでしょう。